内山交渉老指定書消防現像宇治第1回昭和56年1月24日京都総選寺にて収録。消防現像宇治古物曰く宇治は広報高校たる包丁立宇治は心身たる海底港宇治は三途八臂宇治は上六八尺宇治は主上発祖宇治は路中灯籠宇治は長三里市宇治は大地国いわゆる宇治は地すでにこれうなり上みな地なり上六根人これ地なり地なるがゆえに地の荘厳光明あり今の十二時に就学すべし三途八臂これ地なり地なるがゆえに今の十二時に一女なるべし十二時の超音探測いまだ度量せずといえどもこれを十二時という古来の方尺明らかなるによりて人これを疑弱せず疑弱せざれども知れるにあらず主上元より知らざる埋仏埋事を疑弱すること一乗せざるがゆえに疑弱する前提必ずしも今の疑弱に符合することなしただ疑弱しばらく地なるのみなり我を配列し起きて人界とせりこの人界をずずもつもつをこの人界のずずもつもつを地なりと貯見すべしもつもつの愛下せざるは爺の愛下せざるがごとしこのゆえに同時発心あり同心発事ありおよび修行上道も格のごとし我を配列して我これを見るなり自己の自なる道理それ格のごとしまあそこまでちょっとこれ少し来てくれないこの宇治の巻ですね大体この消防現像は最近門さんの人よりも学者たちにその喜ばれるねそして学者たちはことにこの宇治の巻ねいかにも深遠なる思想思弁が書かれてあるとこんばん言うわけだ それに対して、まあ、盆さんの立場から言うと、修行する盆さんとしてはそういうその思想思弁の話じゃないと、まあ盆さんは言うわけだけど、ところがその盆さんのまた言うことがね、何が何だかわからないような話が多すぎるんで、それで困るのね。で、肝心なことはね、ここに言われている宇治の話が。この俺、この自己自身としてどういうことなのか、それをまずはっきりさせないと、道元禅師がこの巻を書かれた、意図がですね、見失うと思う。で、この、そういう意味で、まず、この宇治の巻、宇治っていう言葉で自分自身にとってどういうことなのか
そういう話をまず初めにしておきたいと思うんですが、だいたい宇治っていうのね、お釈迦さんに言われたらこれは無常って言われた、無常って言われた、お釈迦さんが無常って言われた実物の話、これをね道元禅師は宇治って言われたんですね。お釈迦さんは諸行無常って言われたでしょ。あらゆるものはその無常っていうのは常でない、遷流していく、移っていくってことですね。しかしね、この無常って言葉がね、大体はこのあれですね、条件を持った人、何でもこう条件っていうのは積み上げが効くもんだと思ってる人ね、金でも貯めりゃ貯まるんだって、で金たくさん貯めておけばこの晩年も困ることはないとこう決め込んでる人、こういう人にね、そういうね積み上げの効くものはないんだってことを言うために、この無常って言ってるわけね。いくら金貯めたいかって、その経済変動が来たら持ってる金がそのまんま何も役に立たなくなるんだから、もう決して無常じゃないもん。金札束がいくら持ってても札束の価値がなくなればそれだけ通用しないんだから。あるいは子供を育てて、この子の我が子こそその俺のホープっていう一生のホープって育てている子供がね、ぽっくり死ぬこともあるんだし、でから、とんでもないくその親に背くこともあるんだし、そうするとそのね決まったものがないってことね。でこれが無常ってことなんだけど、それじゃあね、無常ってことが絶対の真実かっていうと、無常っていうのはそういう条件を持った人、条件ってそのだから積み上げの効くものですね、そういうのがあるとこう決めてる人にだけ、無常ってことが言われる。本当の真実は無常とは決まっていないっていうのね。というのは例えばだね、何もかももうその移っていくんだからどうあってもいいんだって言ってね、それで人殺しすればやっぱりこの社会的制裁を受けるって、これもまあ当然だ。それからあんまりその不健康な真似をすれば病気になるという、これも因果歴然たるところがあるんだから、決してね単に線路無常だけじゃない。で事実第一道論って、まあ、龍樹尊者の書いた本にね、凡夫人は邪見を生ずるがゆえに世間はこれ情なりと思えると、要するに邪見から邪見を持ってですね、それで世間は情中だとこう思うというのね、この条件を滅除せんがためのゆえに無常を説くと、だからそういう決まったものがあるわけじゃないんだということを言うために無常ってことを言う。無常はこれ実なるがためのゆえにあらずと、この第一道論の巻の23に出てくる。結局ね、無常そのものが絶対真実ってわけじゃないってことね。そりゃそうですよ、無常っていうことがですね絶対真実であって、何から何まで動いてるんだとしたら無常っていう言葉も動いちゃうもんそうでしょ、無常っていう言葉の意味さえも刻々に流れちゃうんだからね。そしたら無常っていう言葉は成り立たないもん。で少なくとも無常っていう言葉が成り立つためには、反面動いていない面があるわけです。
えばその私がここへ立ってる そのそばに自動車が走ってるというのは、ここが静止している、そして走るというんで、走るってことは成り立つのね。ところが両方こう走ってた。あのこの頃あの、あれだね、あの阪神線、あの京阪神なんかたくさんの線路が並んでんじゃない。そのところを同じように走っていく時があるね。押すと両方同じように走ってりゃ、あの向こうも動いてるには違いない、こっちも動いてる、しかしながらまたそのすぐそばでこの握手もできるじゃない。こうするとね、その動いてる動いていないというのは、これは比較の話だってことだ。でだから無常っていう言葉を言うのは、そういう比較によって、だから日本語でもって時っていうのは都市っていうね。これ都市、都市から時に変わったんだってこう言うけれど、それはそうだ。速さ、でね、だから無常っていうのは、あのこう無常から離れたところから見た、観察していった言葉だ。つまりね、で本当にもし無常をしている、俺自身がもし無常しているんだとしたらな、このそういうその無常っていうよりも無自って言った方が当たってるってことだ。結局はね、その、私まああの飛行機に乗ったことないけれど、あの飛行機ってやつはあの故障がして止まると落っこちるからね、ああいうのはあんまり好かない。それで私は乗らないようにしてるけど、その新幹線なら故障すれば止まるもんね。止まりゃ落っこちないで止まるんだから結構だけど、飛行機ってやつはもう故障した、でエンジンの音が変になったって言っても、それで止まることできないで、そのまま落っこちんだからちょっと危ないや。だけどこのもしジェット機でアラスカの上空でも飛んでいる場合ね、この空もはきっと真っ青なんだろうと思う。下はその白い雪の原ばっかりって言ったら、これ動いてんだか動いてないんだかわからない風景のところもあると思うね。しかしながらその、それでもその刻々にあの走ってる。でその刻々に走ってるところに、あのいわゆる地上の表現にもその割れ目やなんかがあるだろうし、雲も、うん、とあの浮かんでくるだろうし、そうするとその刻々の時に刻々の世界が展開してくるじゃない。この刻々の世界が「う」だ。でその刻々っていうのが「字」だ。つまり「う」字っていうのはね、この「う」っていうのはね、明山さんが言うけれど、法華経にある今師三階海瀬が これは法華経の言葉ですね。今この三階は皆、これ我が「う」っていう言葉があります。この「う」だ。この「う」はね、要するに「人無人海内」っていうのをこの「宇治の巻」に出てるけれど、「人無人海」です。
そして字はこれはね、この宇治の巻では強楽って言葉が出てるね。この宇治に強楽の功徳がある、あるいは強楽はそれ字の功徳なるがゆえにっていうのは本文の中に出てきますがね、結局字っていうのは強楽、強楽っていうのは何、どういうことかっていうと刻々だっていうこと。私がいつも言うけれど、あらゆる存在は、このあらゆる人の人海は、この私が刻々に生命体験する、そこのところにあるね。あらゆる存在は、人の人海は、私が刻々に生命体験する、そこに初めてある。だから自己はそのあらゆる存在を、この人無人海を刻々生命体験している、今の実物として生きているっていうことね。そういうんで、だから自己は刻々ですね。刻々人無人海だを展開しながらこう生きてる、こういうねのが生命の、結局私の言う自己の生命の実物なんですよ。刻々自己の生命の実物、生命の実物ってのはもう刻々だってことで、この生命の実物、要するにこの聖宝現像の話はね、いつでもこの、自己の生命の実物の話してるんだ。これ八大人格とか伝道話には法っていう言葉で出てきたでしょ。それからマカハンニャハラミツのマキにはマカっていう言葉で出てきた。それから一家の名寿では一家の名寿っていう言葉で出てきてるのが、この自己の生命の実物が。それから即身是仏のマキでは真っていう言葉で出てきた。まあそういうふうにね、どのマキもどのマキもこの自己の生命の実物だけの話してる。それをそのはっきりいつでも押さえてかからないと、その自己の生命の実物だけ言われてんだっていうことを押さえて、聖宝現像を見ていれば、当たり前のことが書いてある。で結局ねこれを今度この本文の方では自己は五だね。これをう、これが字だ、五右字として出てます。今度のこの中の方にね、五右字っていう言葉が出てくるね。我とうと字とね、これがその3つが決してね別物じゃない、たった一つの刻々に生命体験しながら生きている自己の生命の実物そのものを言うんですね。でそういう、だからねそういう意味の刻々
人を生命体験している生きている自己っていうのね、これはね、要するに一歳分の一歳である、一歳分の一歳としての自己です。決してね、40億分の1の自分の話じゃないの。普通我々が自分自分俺我って言ってるのは、いつでも他人が外にいてさ、ところがその他人だけはちょっと多すぎるじゃないか。40億今いる今生きてるやつだけで40億いるんだね。で死んだやつも数えりゃ、これはもうこの前も話したけど、あれですね、1200年、30年を1世代として40代、そのあれして親を数えてみたら何兆っていう数字になるっていうけどね、ちょっと1200年前の自分の祖先考えただけでも何兆っていう数字になるんだっていう、それね、何十万年っていうその自分の親だけ考えたら、あれ無量無辺の数字になるでしょ。それで俺の親だけでもそう、おっと他人の親まで考えたら、これはもう どれだけの数がいるか分かんないね。でそういう点から言ったら、今他人に対する俺っていうのだけ考えたら、これはもう微塵に等しいもんですよ。いや私毎日その宇治川辺に大空見ながらね散歩してるけど、この大空の中に私って言ったらもう本当に微塵に等しいね。しかしながら同時にその大空を支えてるのは俺なんだってこと、これが微妙だね。だからそういうつもりでもって空その見ながらじっくり空見てとかさえか、空飽きないから、空見てて空に何が面白いことあるんですかっていう人いるけどね、空ほど興味の尽きないものはないね。本当に空っていうやつ、私が生命体験すればこそ空もあるんだだから空を俺が支えてんの。しかしながら大空見てると私なんかジューッと言ってもう目に見えなくなっちゃう、すぐ一ミリ、そういうようなものですね。それで今自己っていうのは1歳分の1の私でもあるけれど、1歳分の1歳の私でもあるんだ。でそのね、そういう真っさあのこれね、何もそう複雑に考えて初めてそうだっていうんじゃないですよ。これもう事実はね、我々生きてればこそあらゆるもんがあんだから、だから私は1歳分の1歳で生きてるのね。それそのこの生命の、これが生命の実物なんだ。それでしかも刻々なのね。この刻々の1歳分の1歳のジームぐるみの、ジームっていうのはね、あらゆる存在ぐるみっていうことね。その存在ぐるみの我っていうの、その我の実物を見据える目っていうの、これが発心の発だ。この発菩提心の発、自分っていうものはそういうもんであったかとこうね、それが核でもある、それから発、そういう自分を生きるっていうのね、新しい出発をすることが発だ。だからこの自己の生命の実物は1歳分の1歳であり、それからまた1歳児分の1歳児でもあるね。
ゆる時間を貫いて一歳児分の一歳児だ。だからこれ、無量無変っちゅうのね。で、まあ真宗のお念仏っちゅうのは無量寿無下光のその阿弥陀さんというのが、その阿弥陀さんを念ずるから、そのこの生命の実物に立ち返るそれからあの日蓮宗のお題目っていうのも、その無量愚音無量のそのあれですね、なんていうかな、グオンっていうのは永遠のですね、あれ生命の実物に立ち返るから、お題目もあの生命の実物に立ち返るわけだ。それから、キリスト教の場合は永遠の生命って言うでしょ、神様のところに永遠の生命。この永遠の生命っていうのはやっぱりこの本当の意味の自己の生命の実物に立ち返るものだ。だから決してね、あの今宗教っていうのをみんなバカにしているから、だからバカばっかりできちゃったでところがあの人類がその到達した知恵としては、そのキリスト教でも仏教でもね、宗教において本当に到達したところはこれ素晴らしい知恵なんだ。で、それの話なんですからね。そういうつもりでその見ていきたいのね。ところがこれに対してだ、今普通我々はどういう生き方してるかっていうと、この刻々ね、何か物足りようっていう物足りようっていう気持ちを持ってるね。何か刻々物足りよう、何か そうすると物足りようの世界に展開する、何かあのその対象がある。だから例えば刻々何か色気が起こってくるっていうと、女っていうのはね、だからそういう対照的世界ができるんだわ。対照的世界ができる。そしてそこのところに1歳分の1の俺が浮かび出てくるね。そしてその1歳分の1の俺がまた刻々物足りようとこういうんだから、こういう循環で生きてるね。その私なんかも学生時代いつもあの子は本当に、何とも言えない子、面白いんだったね学校のそばまで行って、そうすると友達に出会う、同じような友達に出会うと、まあお茶飲みに行こうって言って、教室はいや入らないで喫茶店入っちゃって、そうするとタバコ飲みながら、その松岡っていう土屋ってやつだったけど、ため息つくと、それでもって一日のその活力がパッとか何の毒素ぶっかけられて何もなくなって、つまりって何か面白いことはねえかってねそれで要するに刻々に何か物足りない、面白いことはない、ない、その刻々につまらねえな、もったいねえなっていうところに、あの今度何か面白いことはねえかってこういうような世界が広まるわけね。そしてそこへ持ってって何かそういう面白いことを探そうっていう、キョロキョロって
キョロキョロキョロっていう自分が出来上がっちゃうんだ。それでまああのなんだかんだって言うけれど、それがねそのこの世の中の全てじゃないですか。大げさな格好でね、例えばまあその前のその例に挙げて申し訳ないけれど、田中さんとか児玉さんとかっちゅうねドンって言うけれど、大きなその図体していながら、な結局何か面白いことはねえか、 つまらねえ、何か面白いことはねえかっつってちょろちょろってやってるだけの話だもん。結局そのこの公式通りやってんのね。でまあ若い人間だとこの刻々も色気が出てくるね。そうすると今度女が特別関心、あの女の人には男だ、男にとっちゃ女だ、つまり異性だね。異性だけが今日その浮かび上がってくるじゃない、自分の対照的世界としてね。そしてそれに対する俺っていうんで、それでまたがあのそのキョロキョロを追っかけ回すっていう、これがその公式なんだね。でところが今ね、宇治の巻で言いたいところは、本当のね生命の実物は一歳分の一歳、一歳自分の一歳児だ。そういう事故が、これはだからいかなる他との兼ね合いもない、全く兼ね合いなし。それでいつでもね思いを 手放しは手放せると、俺邪魔するやつはいないってこと、そういう絶対事実としての自己の自覚ね、これが言いたいわけだ。宇治の巻を通して言いたいところはね、実はねこの暮れの時にね、あのちょっと離れた地方から私はあるご婦人から手紙を受け取ったね。そしたところその手紙にはね、その相談に伺いたいが、いつその伺ったらいいでしょう手紙。ところがこれあれでしょ、暮れも差し迫った30日だったか31日だかの話なんだからね、あのそんなにねこれ正月早々いらっしゃいっていう風景でもなしね、ことに私自身も年末年始その忙しいものお客も来るし、年賀状も書かなきゃなんないっていうんで追われてるんだから、まあ年賀状は一応片付いてからでもいいやっていうわけで放っといたわけだね。そして一応年賀状片付いた七草頃にその今度12日に大阪のそのカルチャーセンターへ出ていかなきゃいけないから、まあそれ以降にあのいらしてくださいって返事書いたの。そしたらねその手紙と行き違いに今度また、手紙に来たのね。その手紙にまあだから待ちきれなくなったと見えて、こまごまとその相談内容の話が書いてあったわけで、でそれっていうのはこの私には一人息子がいるっていうんだ。ところがこの一人息子はねこのあれですね、学校は大体優等生で卒業した、それで国家公務員の試験も通った、それから、あれですねなんとか行政事務官というそういう試験があるらしいねそのなんとか行政事務官の試験も通った、それで今管理となって、それで、まあ、勤めも優秀で30歳になる。ところがね実は
その外面はそうなんだけれど、実は 中身は内弁慶で、こうしてあのエゴイストでわがままで、それから忍耐力はゼロでそれでそのよくうちでは暴力を振るうと、暴力を振るうのもね、例えばね、あのあれなんですね、中学の終わりぐらいから、小学校の終わりぐらいから始まったんだ、それから中学、高校、大学通じてですね、あのうちの中にある何から何まで、時計からラジオ、テレビね、ステレオね、それからアイロン、洗濯機、掃除機、レコードなんかいっぺんに30枚はあるって、そういうの、それからまあ茶碗から卵に至るまでに何でもぶっ壊しちゃうっていうのね、一旦起こると。そういう暴力を振る。それで言いながら、この気弱だなんで、それで世間知らずだって、こういうふうに書いてある。そういう息子がいるっていう。ところがその息子がね、一人息子なんだから、自分の後取り、自分の、あの、お位牌は守ってもらわなきゃなんないと思っているのに、そのこの頃その見合い結婚、30で見合い結婚するっていうのはちょっと遅いね、私なんかにね、20歳前から恋愛してちゃんとあれ自分でちゃんと片付けてるけど、30になってから人の世話でもってお見合いに行くっていうのは私は遅すぎると思うけど、その30になってお見合いしたところが、その向こうの人がね、うん、一人娘だ。いや、しかしこの一人娘で、うん、もしその一人娘でも一応に養子取らなくても嫁にやってもいいっていう条件で出会ったんだ、そんな。ところがその話が初めからそう企んでたらしくって、もうこう一旦結びついたら養子ってこういうつもりらしくってですね、それでその息子さんとその娘さんと出会って、息子さんがすっかりその娘さんに、その参っちゃったところを見計らって、どうしても嫁にはいかない、あなたが養子に来てくれと、こういうことになっちゃった。こうしたらその息子さんがね、俺はあの養子に行くって、このうち捨てて養子に行くって言い出したって言うんで、それでお母さんまあすっかりあれしちゃったんだね、転倒しちゃったわけで、それでね、何しろ息子さんも私の本を読んでるらしいけど、だからこの話は本にしできないんだよその息子さんが曰くね、内山さんだってその無縁仏ぐらい何ともないって言ってたじゃないかってこう言ってんだけどね、困るねそういうところに私の言葉を使われちゃうね。それで結局ね、それでまあそういうあの相談はそういう家庭内の揉め事だっていうんだけど、それであの結局この前の日曜日にね、やってくるってことになって、話、まあ、決まったわけなんだけど、そしたらその前の晩にね、その、ご主人から電報が来て、あの、過労のため、その、倒れていけるって、それで、うん、お話延期願うっていう電報が来たわけですよ。それで、あの、お気の毒しちゃって、もこれは正月じゃなければもうちょっと早く連絡がついたのにと思ったけどね。でもこの話ね、今私がここであえて持ち出した話は、家庭内の揉め事って大体こういうことだと思う。これがまあその結局親は 子にですね、その家を守るっていうか、自分たちの老後も面倒を見てくれ、それからお位牌の面倒も見てくれって、こういう親は親の立場から
子にそういうサービスさせようとしてるわけだ。ところが子供に言わせれば、この親は俺が一番その喜ぶことを、俺が喜べば親も喜ぶに決まってんだから、だから親は俺にサービスしろっていう、その打ち捨てて出るぐらい、親が無縁仏になるぐらい、そのぐらい辛抱しろそういうつもりなんだね。要するに親は子にサービスさせようと思い、子は親にサービスさせようと思い、そこでそのがっちり四つに組んで、で残った残ったってことになるわけ。これがね、親と子との関係、あるいは姑さんと嫁さんとの関係ね、あるいは兄弟の関係とか、そういう関係にこういろいろその変わるだろうけれど、家庭内の揉め事って結局そんなもんだと思う。要するにいつでもそのサービスさせ合おうとしてる、その相手にサービスさせるってことをねばっかり考えてる。それで そういうようなことをですね、まあ、新聞の相談欄とかなんとかいうのに相談するならともかく、私に相談するとなると、これはどういうことかっていう、結局仏法としての観点からこれどう見るかっていうことになるわけだね。もうそうするとね、結局両方ともあんまり子供っぽすぎるってことだ。要するに子供ってやつはね、人にサービスされて初めて生きてるわけね。それで大人になるってことは、今度子供なら子供育てるのに今度サービスするっていう立場になるわけです。ところがね、親はそれ自身が未発達で子供なんだ。でその子供がまた子供を産むんだからね、今の時代このいや生理的には大人になってんだろうけど、だけど魂的には全く未熟児ちゃんって言いたいくらい未熟児だと。その未熟児がその子供を産んで、それでまただから子供もどうせね未熟児しか育っちゃしないもん、な堂々たる大人になりっこないもん。と未熟児同士が、子供同士が子供の喧嘩、これが大概のね、家庭内の揉め事であり、また世間のこの問題点だと思う。で結局だからこの子供っていうのは1歳分の1として、今のね1歳分の1としての自分であって、それでその他人にサービスしてもらうことばっかり考えてる、それが子供の定義だ。で そして思うようにいかないと、今度はその子供はぐずるね。そして最後に今度ぐずってもダメだとすると、今度恐れおののいて、例えばあの息子が自分の後をうちを継いでくれなかったら自分はどうなっちゃうんだろうって、恐れおののいて、そしてついに寝込んじゃう俺何も寝込まなくたっていいとこなんだけど、それいや本当に病気だったら病気でもって、初めからその病気一生懸命治す気になったらいいんだ。ところがぐずった相手に病気になるっていうのは、これつまらないと思う。で沢木老師はね、もうちょっと成長してもらうくれなきゃ困るって言われたけどね、本当にねこの、今の社会ねの人々ね、もうちょっと成長してくれないと困るね。もういよいよ今の学校の中学生なんていうのもう手にはつけられないことになっちゃってるね。
地震雷火事親父って言ったの、この頃地震雷火事息子そういう時代になったんだからね。でこの本当に仏法として一番大切なのはこの本当の大人になること、 それをね、私はっきりそのさせたいためにこの宗泉寺の未読会、正法眼蔵未読会の一番初めにもやったのが八大人格、八つの大人としての悟りっていうのね。で八大人格での大切な項目として小欲知足さ、それから情弱情、言精進、不毛念、主知恵、主善情、それからあれでしょう、不戯論って、こう八つあったわけだね。ところがその八つの根本はって言ったら、いわゆる法っていう、そして生命の実物だ。結局どっちへどう転んでも一歳分の一歳、一歳自分の一歳、そういう自己の生命の実物に覚めることっていうことだけが大切っていう話、八大人格でしたのそれなんですね。ところが今の学校でも家庭でもね、そういう意味の本当に大人になる教育は一つも施そうともしない、いや施すこともできないね、親や教師が未熟児なんだ。だからそれで生理的にだけみんな大人になってんだから、これ困ったもんだと思う。まあ適当にやってもらうかしらないけど、でまあそのもしこの適当にやってもらうかしょうがないって、まあ私が突き放したような言い方するけれど、もし そんな冷淡なって言うんだったら私の言うこと聞けばいいんだよ。みんなね、本当に大人になる道を、この大人になることだけが一番大切なんだっていうことね。このその今の共通一次試験とかなんとかって言ったってさ、あんなわけのわからない試験やってみたらしょうがないもの、一生役に立たない。その知識をね詰め込むっていうのは本当にね高校生あたりかわいそうだと思う。そんなこと教えなくてもいいんだ。いや結局本当の意味の大人になるということだけ教えれる、これが共通一次試験にやるようになったら文化程度も相当高くなったと思うんだけどね。それで、ね、結局我々いつでも刻々物足りようでさ、そしてそのなんか物足りよう的世界に生きて、そういう一歳分の一を生きてるわけね。ところが本当はこれなんだ、本当の生命の実物はその刻々人無人海、その一歳分の一歳の自己である、こういうこれが宇治だね、五宇治だ、そういう生命の真実はこれなんだと、こうはっきり覚めるっていうこと、これが大切だっていうこと。そうするといや私は覚められませんってそういうすぐそう言い出すじゃない、私はダメですってね。ところが宇治の巻の言われるところ、この巻のね全体を通して言いたいところはそうじゃないんだ。そこが宇治の巻の一番大切なところ。自己はね刻々この世界ぐるみなんだ。この自己っていうのは刻々この世界ぐるみで生きてるんだから、こういかなる邪魔妨害もなしに覚めが覚められるってことね。でどんなことをどんなふうに思っててもその思い手放しゃ手放せる、この手放しゃ手放せる覚めが覚められるってこと、これには何にも妨害も邪魔もないってこと、刻々だから。 それが宇治の巻の一番大切なところです。それで今ここで読んだところにでも同時発信、同心発事、あっこう書いてあったでしょ。
今の76ページの、 あの下の段の最後の行の 2番目の下のところから、このゆえに同時発心あり同心発事ありおよび修行浄土もまた格のごとし、こうあるね。だからこの大切なのはね、この発つということだ。ところが普通はね、発心中と仏教の話を聞いて、なるほどそうだと思って、そしてなるほどそうだよし俺もやろう修行しようってね、初めてこうそういうふうに思い立つことね、これをあの発心と思って、だから発心一発だ、まずやろうそのそう思い立つことね。そして今度は修行は無料、無料の修行をする。これは発心ね。そしてそういうふうに思い立って、たくさんの修行をして、無料の修行をして、そして最後にね、パッと悟って一生だ、悟るのがこれ生かと思う。大概それそう思ってるんだ。そうじゃない、生命の実物としてのこの刻々なんだか、生命の実物が刻々なんだか、発心修行菩提も刻々でなきゃならないっていうのが、このその道元禅師の言われたいところです。だから私が毎度言うけれど、その大切なのはね、その修行っていうのは発心の千万発だって私がよく言うね、それなんですね。そしてそういう千万発の修行をする、それが悟りだと、悟ることが悟りだ。あの悟りって何かコロッとねパッといい境界になった、そんなんじゃなくて、修行が悟りだ、悟ること、それが大切なんだ。でだからね、出家苦毒の巻にはね、あの正法眼蔵の出家苦毒の巻に、刹那消滅の道理によりて修行発心得度をするじゃん、刹那消滅、これは刻々だ、刻々の道理があって初めてね、修行が発心得度をする。それからね、これはちょっとね長いはあの文句だけれど、これがね一番大切だから、ちょっとこれ書きますからあのもしこのノートでも持ってきていられるんだったら写してください。これは大切な文句だ。これはね、正法眼蔵発無上心の巻だよ。
当にちょっと長いあの言葉で悪いですが、しかしこんな消防現像っていうのはこういう素晴らしいね文句があるから素晴らしいね。の仏道の信心は草木がらくなり風雨水火なり、これを巡らして仏道を鳴らしむる、すなわち発心なり、虚空を殺得して造刀造物すべし、軽水を聞く通して造物造刀すべし、これ発あのくたら三脈三菩提なり、一発菩提心を百千万発するなり、首相もまた格のごとし、しかあるに発心は一発にしてさらに発心せず、修行は無料なり、消化は一生なりとのみ聞くは、仏法を聞くにあらず、仏法を知れるにあらず、仏法に合うにあらず、千六発の発心は定めて一発心の発なり、千六人の発心は一発心の発なり、一発心は千六の発心なり、師匠展望もまた格のごとし、こういうことね。これだいたいね、この私がここへここで このこんな、発無上心の巻の言葉をここへ挙げたのはね、これを通してみるとこの宇治っていう巻も一体狙いがどっかっていうのは初めてはっきりするから、であえてこれここへ引くわけです。で結局仏道の信心というのこれの、まあ、仏道へ仏道修行をする場合のこのその体心っていうね、その結局このあれだ、仏道のいわば素材だね、これは何かっていうと今出会うところのその草木瓦礫だし、それから風雨水火の出会うところ日常のものばっかりだ。でこれを巡らしてこの日常出会うところをの展開させてだね、仏法を鳴らしめるっていう、これが仏道を鳴らしめるっていうのがこれが発心だからね。虚空を殺得して造刀造物すべし、軽水を聞くとして造物造刀すべしと、このあれですね、道元禅師の言葉は非常に綺麗で美しい言葉で言うけれど、結局虚空とかあの軽水とか言う、これやっぱり、ね、その日常出会うところのものね、それを取り上げて仏さんを作り出さなきゃならないってことだ。本当の真実生命を活動させなきゃならないってことです。これ発あのくたら三脈三菩提なり、これが本当のこの、発心っていう意味だ。でこの一発菩提心を千万発百千万発するなり、首相もまた格のごとして、私がいつも言う発心の千万発っていうね言葉の典故はこれなんだ。要するに、刻々なんだから、我々の生命っていうのはそんなにね固定してあるもんじゃなくて刻々なんだから、刻々百千万発するっていう、それが大切だ。それもだね、しかあるに普通の人たちは発心は一発にしてさらに発心せん、やろうと思った時だけやるのなんかね、それであとはもう惰性でもって修行は無料なりと修行っていう段階はたくさんの何十年修行しなきゃならないとこう思ってる。そしてその挙句にパッと悟り開いて、消化は一生、ね、結局は悟りっていうのはパッと悟った瞬間だとこう思ってる。そういうもんだと
生なりとのみ聞くは仏法を聞くにあらず仏法を知れるにあらず仏法に合うにあらずとはっきり書いてあるじゃないか。その何でも座禅して悟り開くんだってね、検証するんだっていう、そんなもんじゃないんだ。結局生命の実物っていうのは今この宇治の巻で刻々って言おうとするのはそこなんですね。実際にそんな固定してとにゃって生まれてからずっとあの死ぬまでの間はもう安定してその決まってあるとこう思ってる、みんなね。そんなもんじゃない、もう刻々なの、省略なの。だからそうなってくると刻々の百千万発の修行ってことが大事です。で、千六発の発心は定めて一発心の発なり、千六人の発心は一発心の発なり。これはたとえね、千六発